ラマー軍はアメリカ合衆国アラバマ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は14,564人であり、2000年の15,904人から8.4%減少した。軍庁所在地はバーノン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はミシシッピ州選出のアメリカ合衆国上院議員。 ルシアス・クインタス・シンシナタス・ラマーにちなんで名付けられた。基本的にアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。ラマー軍はとなった地域は1867年2月4日にマリオン軍南部とファイエット軍西部を合わせてジョーンズ軍として設立された。軍名はファイエット軍の EP ・ジョーンズにちなんで名付けられた。 ジョーンズ軍は1867年11月13日に廃止され、1868年10月8日に同じ地域が再度組織化されたが、同年にコビントン軍がジョーンズ軍に改名されていたので、新軍はサンフォード軍と名付けられた。この軍名はチェロキー軍の HC サンフォードにちなんでいた。さらに1877年2月8日、 ミシシッピ州選出のアメリカ合衆国上院議員、ルシアス・クインタス・シンシナタス・ラマーにちなんで、ラマー軍と改名された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は605.47平方マイルであり、このうち陸地604.85平方マイル、水域は0.62平方マイルで、水域率は0.10%である。 主要高規格道路鉄道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。